成松義文は、日本の実業家、ファンケル代表取締役社長や、同社相談役、日本健康、栄養食品協会評議員等を務めた。岐阜県大垣市生まれ、岐阜県立大垣北高等学校を経て、1974年、横浜市立大学小学部卒業、ジャノメミシン工業入社、主に営業を担当し、 ファンケルとジャノメミシン工業の提携後、ファンケル創業者、池森健二の誘いを受け、1993年、ファンケルに入社。サプリメント事業の立ち上げなどにあたり、1999年、ファンケル執行役員フード事業部長に就任。2000年、ファンケル取締役店舗販売事業部長に昇格。2002年、ファンケル常務取締役、第二営業本部長権。 第二営業本部化粧品事業部長。2004年ファンケル取締役常務執行役員、営業統括券第一営業本部長兼カスタマーリレーション本部長。2005年ファンケル取締役兼ファンケル美券代表取締役社長兼ニコスター、代表取締役社長。2007年ファンケル取締役専務、執行役員管理、研究統括券健康食品カンパニー長。 2008年からファンケル代表取締役社長を務めた。2012年ファンケル代表取締役社長兼内部統制委員会委員長兼海外事業本部長。2013年ファンケル相談役。2014年ファンケル顧問。日本健康栄養食品協会評議員等も歴任した。ありがとうございます。